本当に？まだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしら。え？それってあなたのお兄さんについてよ。あなたが休養していたここ数日、世界樹の中からあなたのお兄さんについての情報を探してみたの。そうだな。世界樹にあるのはテイワット大陸にある全ての情報と記憶だろ。こいつとこいつのお兄さんは例外なんじゃないか。あなたについてはその通りよ。確かに世界樹にはあなたについての情報が全くなかったわ。でもあなたの探しているあの血縁者はあなたとは違うみたいなの。この世界は確かに彼についての情報を記録しているわ。なんだって？言い換えると彼はこの世界の人間なのかもしれないわね。それはおかしいぞ。お前ら二人ともテイワット大陸に来たのは初めてだろ。私の触れられる記録の中ではあなたの血縁者は突如としてカーンルイヤに現れたの。カーンルイヤの災いの後、彼はテイワット各国を巡る旅に出た。でも彼の旅が終わりに近づいた時、世界樹にある彼についての記録がいきなりぼやけたの。ぼやけた？何かに遭遇したのかな。確かなのは、誰かが何らかの理由で意図的に彼の運命を隠しているということよ。そしてそれができる者は並外れた力を持っているに違いない。でもこの情報からじゃ、なんでこいつの血縁者がこの世界の人なのかを説明できないな。一つ特筆すべき点があるわ。私の知る限り、ファディの情報システムにおいても彼らはあなたの血縁者を降臨者の範疇には含めていないということよ。降臨者ってなんだ？そんな概念初めて聞いたぞ。私が神の心でファデューと一体何の情報を交換したか、あなたも気になるはずよね。その中の非常に重要な一部こそこの世界の降臨者、この世界に属さない外来的存在のことよ。旅人、あなたはテイワットの第四降臨者なの。え？それってつまりファドゥイの情報によれば、こいつの血縁者を除いてこれまでに3人の降臨者が他にもいたってことか？ええ、私が推測する限り第一降臨者は今の天理だと思うわ。そして他の降臨者の存在についてはまだ時間をかけて交渉する必要がある。なんかとんでもない情報をいっぱい聞いた気がするぞ。でもこれら情報を教えてもあなたたちの抱える全ての疑問を解くことはできないのでしょう。知恵の神として恥ずかしい限りね。私も数々の疑問が心に残っていて、時間をかけて整理する必要があるわ。ええ、もう少ししたらあなたも出発してスメールを離れるのよね。私はあなたを待ち構えている運命にとても興味があるわ。観測されることができず、この世界に記録されることもない旅。お前に出会えてよかったぜ、ナヒーダ。私こそあなたたちが来てくれたことに心から感謝しないと。